以前有料サイトを、はい、閲覧されてまして、はい、ご入金が確認取れなかったので、はい、はい、そちらの運営会社からですね、業務委託を受けまして、はい、はい、宮本様の入金管理をさせていただいております。有料サイト閲覧されましたよね。こちらが特定消費料金、はい、詳細小告、最終告知のお知らせっていう件名なんですけど、現状をお伝えしますと、遅延損害金90万円。90、はい。はい。が今は、はい、290万円になってまして、おぉ。それで、まあ、日々の遅延損害金が加算されている状態となってますんで、はい。で、うち側の委託を受けてるんですね。再建譲渡されてるんで、まあ、運営会社からやはり契約不履行。はい。という、まあ、民事訴訟として訴状が提出されたことを、はい、通知してるメールを送りしてるんですね。で、そこに取り下げ最終期日っていうのは令和6年4月31日と記載されてたと思うんですけども、はい、全面的に今受理されて、執行官立ち会いのもとにですね、給与差し押さえ、および動産、はい、不動産物の差し押さえ、はいはい、強制的に執行させていただきますので、ご了承いただけますでしょうか。いや、まあ、もしですね、うん、まあそういった今のお支払い的に難しいということであれば、45万円のね、和解金。和解金45万円。はい。はい。で、まだこう収められる契約ができますので、もうこれ以上ダチ開かないじゃないですか。こんだけ意見がね、食い違って平行線たどるのも。はい。はい。ダチが開かないんで。はい。45万円の和解金で、まだこう収められるような契約ができますので。え、じゃあ290万円はどうなるんですか、それ。それはもう、だからいいですよ。で、あなたが見た有料サイト覚えてますよね。なんというサイトですか？東京スカトロパラダイスオーケストラ。なんだそりゃ。スカパラ見たでしょ。お前さ、スカトロパラダイスオーケストラ見て、お前1円も払わないって、お前どりゃねえだろ、この野郎。の証拠あるんですか、じゃあ。あるよ、だから。全部、ログ取ってんだから、こっちは。ログ？まあ、あなたがね、少しでも全然誠意を見せないからね。誠意。口調は荒くなったけども。であればね、例えば45万、せめてね、45万円、今一括で払えないんだったら、ついつまでにいくら払うだとか、ね、多少の誠意は見せてもらえませんかね。分割なら、いくらぐらいなら払えそうですか、逆に。月50円ずつっていうのはいかがですかね。お勤めはされてますか？何月50円って。いや、普通にお勤めされてるんだったらさ、はい、50円ならまあ。いや、あれ、この法律用語で言うと、追認ってことなんだよ。追認、うん、要するに、見たっていうことがあるから、6銭払うっていう。全く見てないんだったら、6銭払うって言わないから。いや、だから、俺が言ってこれ録音してるからダメですよ。無駄ですよ。まあ、じゃあ、そちらが録音してんだったら、こちらが録音しても、じゃあ、何の問題もないですね。どうせ録音してんだろ？いや。いや、だってそちらがそう録音してるって言うから、まあこちらも。したのもんだもん。寝室管理の工場を務めてるんで、録音しますよ。じゃあ、こちらもじゃあ大丈夫ってことですね。あ、もちろん。録音っていうか、録画させてもらいますよ、じゃあ。録画？いや、まあ。はい、そちらがそうならね。はい。じゃあ、60円ならいいんですか、それは。60円ならいいってわけじゃないけども、ただ、ね、今、少し、ね、あなたも宮本さんの情報したじゃない。払おうっていう、要するにね、折衷案をね、話をしたかっただけだから。でもただね、少しは東京スカトロパラダイスオーケストラを見て楽しんだっていうね。いや、楽しんでないから、その、見てない。そんな、東京、見てないですよ。いいよ。スカトロ好きなの分かったからね。それを見たっていう多少の両親が60円って金額が出た。まあ、それだけ聞けたら楽しく、よかったよ。60円は払おうっていうね。60円ならいかがですかって聞いただけであって、僕はその60円とはいえ払うつもりもないし、どうなのかなと思っただけであって。いや、お前払うって言ってよ、今60円払う。いや、言った言わないじゃないけど、まあ、60円ならどうですかって聞いただけだと思うんですよ。これ録音してんだったらもう一回巻き戻し聞いてみたらいいじゃないですか。まあ、とりあえず、まあな、今まではまあ払わないってところからね、少しは東京スカトロパラダイスオーケストラ見たっていうね、多少の、その、両親が生きてたってことで聞いてよかったよ。
裁判所のね、こういうなんか代理みたいなしてる人がね、そんな言い方、なんか話し方とかちょっと僕おかしいなと思うんですけども、あなた方どういう人なんですか、そもそも。こういうなんか裁判所の人と、いや、いいね。この、にわかには信じがたいような人たちじゃないかなと思うんですけども、今よくあるこの特殊詐欺の人たちなんじゃないですか、これもしかして。詐欺って言いましてね。はい。言葉に気をつけてね。ああ。それ名誉毀損になりますからね。ほうほう。まあ、いいんじゃないですか。別にそれは、詐欺じゃなかったら別に僕はいくらでも謝れますけども。いや、謝って済む問題と済まない問題があるから。とにかく、まあ、少しはまあ、払っていただけるっていうね、お声が聞けたので、お互い譲歩するっていうことで、今日よしとしましょう。じゃあ、60円でいいんですか？いや、60円っていうのはあれでしょ？当月はってことでしょ？いや、当月はじゃなくて、当月はって言いましたよ、あなた。じゃあ、毎月取りに来てくださいよ、じゃあ。交通費いくらかかると思ってんの？いや、もうだって、俺はもう払ってないもの、別にそんな振り込み手数料かけてね、振り込んだり、できないですよね、そんなことは。だって赤字じゃないですか、そっちの方が。60円かけて来てもらえるんだったら、60円をね、取りに来てもらえるんだったら。現金かけ止めで送ってもらえますかね、じゃあ。現金かけ止めで60円を送るの？ここの住所にですか？そうです。だその手間暇もね、だから60円送るの、現金書き留めの封筒買って、住所書いてってね、手間暇がかかっちゃうんで、だから取りに来てくださいっていう。分かった。じゃあさ、あなたに特典で今度東京スカトロパラダイスオーケストラの通貨さ。はい。ね、はい、公開したらあなたにまたね、見せれるようにするから。いや、いいですよ。別にさ、見たくもないですよ、そんなのは。見てないものだって別に見たくないですし。いや、もう分かってるから。ね。スカトロ好きなの分かってるから。そのスカトロなんて興味も何もないんですけどね。待って、大丈夫だよ。証拠は残ってっから。とにかくよ、もうこれ以上さ、話しても拉致が開かねえから。うん。現金カメラ送ってきて。頼むぞ。いや、現金カメラ取りに来てくださいって、だから。お。切りやがったなぁ。なんだこいつ、本当に。もう一回かけてやろう。いや、何がふざけてるんですか？お前さ、はい。最近さ、このさ、界隈で聞いてんだけど、同業者っつうの。はい。同じグループ内でも、はい。なんかお前みたいなやつがさ、はい。YouTube？ はい。とか TikTok？ うん。目的で、こうやって、なんか絡んでくる輩がいるから、はい。気をつけろって通達来てんだよ。ああ、で、だから何ですか？いや、お前も、まさかさ、この通話さ、はい。いやあ、もう、メールが来たから電話してるんであって。いや、電話をしてる、電話、だからそれを、お前は、もしや、YouTube に上げるのは目的じゃないのかって聞いてんだよ。おお、まあ、不思議に思った、不自然に思ったからかけただけなんですけど。お前さ、まあ、言っとくけどさ、無断で、こうやってな、我々のこの私生活上のこの情報をな、この会話というのをな、プライバシー権の侵害になるからな、無断で他人の声を録音したり、公開する行為っていうのは、肖像権の侵害となる可能性があるからな。おー、そうなんですか。はいはい。法律的に言うと。で、お前さっき言ったよな、詐欺とか言ったよな。これ名誉毀損罪って言って、他人の社会的評価を下げる行為に対して課せられる罪。で、こういった損害賠償請求。はい。刑事罰などのこと、法的な、ペナルティを受ける可能性があるから。わかった？さっき60円払うとか言ってたけど、はい、逆に高くつくぞ、お前。いや、だから取りに来てくださいって言ってるんじゃないですか。え、だから、取りに来る以前に、お前、その、今の話はそっちじゃねえよ。YouTube とか上げてんじゃねえのって言ってんの。いや、だから、そもそも、その、オタクたちが、まあ、詐欺じゃなかったら、それはね、僕の方が 100% 悪いってなりますけども、詐欺じゃないかと思って、まあ、詐欺、なんじゃないですかっていうことに関して、それ、まあ、名誉毀損って言われるのは、ちょっと違うんじゃないですかね。いや、今はそっちじゃねえよ、問題、お前、話の軸はそっちじゃねえ。この、その YouTube とかに上げて、うん、してんじゃねえのかって。いや、だから、
だからそもそも詐欺じゃなかったらそれは申し訳ないと思いますけども、犯罪とかね、詐欺行為であるんであれば、それはニュースとかでね、そのこういう犯罪事件がありましたとかね、ニュースとかで放送してるのと変わんないんで、それを YouTube やね、何かその動画サイトで上げる分には公益性という面も考えて、それは別にいいことなんじゃないですかね。お前、一円使ってんな。いや、一円使ってんなって、まあ、もちろんそうじゃないですか、普通に考えて。いや、出しにしてるとかじゃなくて、まあ、そういうもんなんじゃないですかね。お前さ、人を詐欺師だなんだか言ってっけど、お前らの方クズだな。いや、詐欺師にクズって言われてもね、ああ、ごめん、詐欺師じゃないのか。詐欺師にあ言われても、別に嬉しくないんですけどね。お前さ、あれだぞ、お前に本当に YouTube とか上げたら、はい。どこにでも見つけ出して、ケツ取ってやるぞ。ケツ取る？けじめをつけるってことだよ。おー。なるほど。どうやって取るんですか？ああ。お前だけじゃなくて、家族とか、親戚も、全員やってやるからな。おー。それって脅迫なんじゃないですか？いや、全員やってやるって言ったんだろ。やってやるって何をやるんですか？それをお前が想像しろよ。想像しろよ。やってやるって何で、その物騒なこと言うのは、それは逆に脅迫なんじゃないですかね。さっきお前みたいな詐欺とか言ったのも社会的評価を下げる行為に関してはな、そういったことはな、やめろっつってんの。詐欺師のそういうなんか人を騙すような人たちにね、なんかやめろとか言われてもね、なんか現実味が全然ないんですけども。いやだからそれ本当のことだったら別にいいんじゃないですか。そしたらそれで、それはそれでオタクらも まあ別に自由に裁判も何でもしてもらっても構いませんし、最終取り下げ日が過ぎても何をやってもらってもいいんじゃないですか。お互い双方こうやってまあ引かないこう繰り返してもしょうがないじゃないですか。これ電話口で何を言ったところで、電話口で言ってもしょうがない。こう、どうしようか。いやだからいいんじゃないですか。訴訟をやるんでしょ、民事訴訟をやるんでしょ。そしたらそのまま訴訟で裁判して、民事裁判して、まあいいんじゃないですかね、そしたら。まあ話元に戻せないよ。さっき60円払うって言ったじゃん。じゃあ60円取りに来てくれるんですね、じゃあ。毎月。取りに行かねえっつ。いや、だから60円毎月取りに来てくれるんだったらいいですよ。行っていいんですね、じゃあ。ああ、いいよ。ここの住所本当に合ってるんですね。合ってるよ。じゃあここに行けばいいんですね。じゃあ行ったら合ってくれるんですね。あ60円手渡しで。じゃあそれなら行ってもいいですね。それは YouTube のにな、餌にするなよ、ネタにするなよって言ってんの。まあそちらが別にそれはだから本当に詐欺じゃないんだったら別にそう言われてもしょうがないですけども、犯罪行為詐欺などであったならば別にこれは犯罪行為なんで、別にそれは公益性という面も考えて、それ動画サイトとかに犯罪だったらじゃあいいよ、何でもやるよ。ちゃんとお前が60円になってきたら、話し合いをすれば、今後のリスケジュールな、ペイメントスケジュールやれば、別のお互いの、お互いの、身を傷つけることないじゃん。それで手打ちとしちゃねえか。手打ち。和解金の話をするメールなんじゃないですか、これは。手打ちって、そのなんかヤクザみたいな。お互いに、ほら、だから手打ちっていうのは、お互いにね、言葉を聞かなくなってね、話し合ったから、そこはね、水に流しませんかってこと言ってる。なるほど。じゃあ、60円で水に流すってことですね。60円で。一回60円でいいんですね。一回、だから、どうするちゃんと払っていくんだろ、毎月。まあ、60円。60円に意味があるんじゃないんだ。あなたの制御みたいんだよ。それが折衷案だろ、お互いの。いやー、まあ僕60円から上げるつもりはないですね。60円以上はちょっと、まあ、価値ないと思うんで。だから、スカトロパラダイス見てないんで、そういう人にこうね、まあ、怒鳴りつけられるような電話で言われても、
僕はそんなことを覚えないんで、まあ、60円を払うっていうのは、まあ、今後こういうメールなどのね、詐欺行為をやめてほしいから60円でやめてくださいと言ってるわけであって、別に見たから60円を払うって言ってるわけじゃないんですよ。わかります？わかるわかる。はい。言うことがわかるわ。ああ、なるほど。うん。じゃあ、その60円は、はい、世のため、人のために払うってことなんだ。そうですね。はい。本当ですね。そんな崇高な気持ちでやってる。あ、そう、まあ、こういう詐欺行為をね、撲滅したい、撃退したいと思ってるんですよ、まあ。オタクラみたいに、こう、謎のね、まあ、変な、まあ、本当に存在するんだかしないんだかわかんないような、そういうのを、こう、やられても、僕はちょっとね、こういう本当に払うつもりとかね、その正規の値段、90万とか45万とか290万円とかね、払うつもりは全くないんで、60円以上の価値はないですね。わかった。60円を払ってくれ。じゃあ、行きますよ、そしたら。じゃあ、いつがいいんですか？いつでもいいよ。アポなしで行っていいってことですか？わかりました。じゃあ、行きますよ。そしたら、この9時から19時の間に。9時から19時。はい。お名前頂戴してもいいですか？橋本だよ。橋本さんですね。うん、はい。じゃあ、そちらに直接伺います。住所合ってるんですね、これ。合ってるよ。いなかったらどうするんですか？本当になかったら。いなかったら。その時は YouTube で言えばいいじゃねえか。ああ、じゃあ今言いましたけども、言っていいよってことは YouTube で流していいよってことですね。うん、だからそう、俺がその、この住所がなかったりとかな。じゃあ、行きますんで、よろしくお願いします。あ、待ってるぞ。はい、お願いします。お。これね、実際このね、住所ね、調べたんですけども、東京地裁の住所になってるんですよ。だから、実際違うと思うんですけども、まあ、しつこくね、これ連絡して、まあ、アジトに行ってみたいと思います。あ、すみません。メールがですね、届いたんですけどね、うん。有料サイト見た？いや、私見てないですね、うん。いや、見たから届いてんだろ、これ。何こら、タコこら！何がやりたいんだ、こら！